鉄旅研さん、ファンタスティックトラベル。今回は日本の最北を走る宗谷本線の鉄旅です。どこまでも果てしなく続くこの北の大地、この中を一駅一駅の風景を丁寧にご紹介してまいります。ぜひお楽しみください。宗谷本線は今やご覧の通り、道北を走る唯一の鉄道となってしまいました。しかし北海道の雄大な大平原、大自然の中を縦走する路線として以前より変わらない人気を保持している路線です。では宗谷本線の旅に出発しましょう。旭川駅です。新しい新駅舎となってからちょうど10年、宗谷本線と函館本線、富良野線の起点駅です。北海道を南北に縦走する鉄路の中核駅なんです。旭川駅南口、かつて旧旭川機関区の景色は今は跡形もありません。中別川の自然を楽しむ人々の遊歩道や公園となっているんです。彫刻作品が駅構内の至るところにあります。また内部には北海道産の木材がふんだんに使われて、人々に自然の温かさを伝えています。1番線から7番線まである駅構内、今宗谷本線を走る H100 型気動車が5番線に入線してきました。それではこの H100 型21番に乗って宗谷本線各駅停車の旅に出発しましょう。電化されている旭川から新旭川の区間はご覧の通り複線となっています。宗谷本線は駅を出るとほぼご覧の通り90度にカーブして進路を東から北へと修正していきます。旭川余剰駅です。かつては旭川電気鉄道東川線がここから東に敷設されていました。相対式ホーム2面2線の高架駅、旧国鉄時代に高架駅として開業したものです。平成になってから旭川運転所の移設に伴って電化の工事が行われました。よって駅の看板も旧国鉄フォントで描かれています。駅前には国道39号線、そしてなんと鉄道グッズのお店が駅前にありますね。宗谷本線音威子府の北にあったら旧上地駅の駅名表があります。お宝様々持ってそうなお店です。再び宗谷本線です。牛種別川橋梁を渡ると向こう側に日本製紙旭川工場の煙突が見えています。昭和13年の設立、旭川の基幹産業の一つなんです。新旭川駅に到着です。ここはなんといっても屋根が高く角度が急で、この高さのある木造駅舎が目を引きますよね。大正11年以来の木造駅舎が現役、壁はモルタル塗りになるなど大きく改装されていますが、煙突がなんとも北国らしさを出してますよね。ここは石北本線の起点駅、構内は駅舎側のホームから少し北側にずらして島式ホームが配置された2面3線の構造となっています。さあここからは線路が主役になっていきます。まずここで石北本線が右側に東の方へ分かれていきます。一番右側の線路が石北本線です。北旭川駅に入りました。ここが日本の電化路線の最北端の地です。右に旭川運転所が広がっています。そして左側に北旭川駅が見えています。北旭川駅です。東北の物流の拠点、オンレールでは日本最北端の貨物駅、貨物船、着圧船、留置船などたくさんの貨物設備を保有しています。一方進行方向右側には旭川運転所の車窓が流れています。2003年、旭川駅南側からここ北旭川駅の旧貨物ヤードへと移転してきました。長山駅が見えてきました。
明治31年に改正された旧長山町の玄関口、緑の古戦況が際立っています。相対式ホーム2面2線を有する地上駅、宗谷本線開業当初開設の1898年に建設された駅です。この地名は明治時代屯田兵を率い北海道開拓にあたった北海道長官長山武四郎に由来するものです。長山駅を出発して今石狩川の支流を越えました。ここを越えると右側に北長山駅が見えてきます。北長山駅です。宗谷本線はここからご覧の通り豊かな北の大地が車窓に始まります。北長山の周辺は一面黄金色の水田地帯となっています。石狩川を渡りました。石狩川はその源流の大雪山系から流れ出して、ここから宗谷本線函館本線に沿って北の大地を潤していくんです。ピップ駅が近づいてきました。2021年3月まではこのピップ駅の前後に南ピップ駅と北ピップ駅がありましたが、残念ながら両方とも廃止になってしまいました。古戦橋は鉄橋の主桁部分を転用していることがここからも見て取れます。ピップは1898年の宗谷本線創業時からある駅の一つなんです。駅名標が新しくなっていて、廃止された2駅はもう過去の駅になっています。建設地点にも跡形は何もありませんでした。駅舎は2016年に建設された新しい駅舎、中には駅カフェであるピピカフェピップ駅があって、このレストランがとっても人気なんです。ランチメニューも魅力的。舞茸オムハヤシ食べたい。ピップ町の観光マップです。ピップはスキーとイチゴの町なんです。しかしスキーもイチゴも季節外れ、私は上川農業試験場を訪れました。ここは北海道を代表するお米ゆめぴりか誕生の地なんです。この周囲一面に黄金の穂を実らせているのは間違いなくゆめぴりかでしょう。それではピップ駅を出発しましょう。右手の山の中腹にピップスキー場が見えていますよね。蘭嶺駅に到着しました。1898年、宗谷本線開業と同時に建設された駅の一つです。2面2線の相対式ホームの構造となっています。ここ蘭嶺から宗谷本線はワッサム駅までの約 13km 超にわたる難所塩刈峠越えが始まるんです。そのための補助の機関車が昭和の時代蘭嶺に配備されていたようです。さあ蘭嶺を出発です。山に向かって線路を登っていく勾配がよく見て取れると思います。この塩刈峠は手塩の国と石狩の国の国境にある大きな峠です。標高339メートルの蘭嶺山を回り込むようにして標準 18.5 パーミルの勾配を登っていきます。塩刈駅に到着しました。相対式の2つのホームを構内踏切でつないでいます。山の中にあるため周囲は緑の森の中です。塩刈駅の木造駅舎です。ここ塩刈峠を舞台にした小説が三浦綾子の塩刈峠です。1909年に列車分離事故が発生、乗り合わせていた長野正夫さんがデッキ上のハンドブレーキを操作して客車の停止を試みるもデッキから転落してしまい殉職してしまいます。この事件を小説にまとめたのが三浦綾子なんです。塩刈駅の近くにご覧のような三浦綾子の旧宅を移設した塩刈峠記念館が建てられています。
昭和30年代に三浦綾子夫妻が執筆活動していた生活空間を再現し、数々の名作が生まれることになった時間を来訪者が体感できるようになっています。基本的には三浦綾子がストーリーを作り、それを夫の三浦光代が口述筆記して原稿を作成していました。潮刈駅は峠の駅だけに、冬は深い雪に覆われて、その中を走るラッセル車や機動車を撮影するスポットとして非常に鉄道ファンの中では有名なんです。宗谷本線は今度は潮刈峠をワッサムに向かって下っていきます。ワッサム駅です。ワッサムは盆地特有の気候で、夏と冬とでは実に60度を超える驚異の温度差がある町です。ワッサム町の基幹産業である農業では、越冬キャベツと作付け面積日本一のかぼちゃが看板商品。その美味しさに人気が集まってるんです。このワッサム駅の構内に、明治の開拓から昭和に至るまでのワッサム駅の歴史画像が展示されていました。ワッサムと潮刈ランルの潮刈峠越えの機関車の画像ですよね。乗客も多く、ワッサムでは駅弁の立ち売りもあったんですね。昭和の木造のワッサム駅、この後出てきますが、オノプナ駅にそっくりだと思いませんか？オノプナが昭和の駅のままだということですよね。次の駅は東六線駅でしたが、2021年3月廃止となり、剣淵に向かっていきます。これは剣淵駅に飾られていましたが、廃止された東六線駅を惜しむメッセージカードです。剣淵駅です。明治32年に屯田兵によって開かれた剣淵町の玄関口。古戦橋にはまたしても鉄橋の主桁の鋼材が使われています。また剣淵は絵本の里剣淵として、絵本原画展、読み聞かせ、絵本作りなどの活動が活発な町なんです。町の木はこの八千田も、屯田兵が剣淵町に入地した時からひときわ抜きんでたこの大木を開拓記念木として記念しています。ここが剣淵町の絵本の館です。絵本の部屋には世界の絵本3万8000冊もあります。さまざまな絵本を読むことができるんです。剣淵にはアルパカ牧場があります。行ってみましょう。南アメリカ大陸の家畜であるアルパカ、毛を利用するために放牧されているんです。寒さに強く、剣淵の雪も大好物。食いしん坊で餌の配布があると分かると走って寄ってきます。なんか体操してますかね。一頭一頭顔形、毛並み、色、大きさ、全てが個性的です。体が大きいアルパカは、なんか近づいてくると、だからクマが近づいてくるようなちょっと威圧感を感じます。それでは剣淵駅を出発しましょう。剣淵の次に木製のホームが一本あるだけの北剣淵という駅がありましたが、この駅も残念ながら2021年3月に廃止されています。剣淵から標津の間はとにかく線路はまっすぐです。鉄道輪がありますが、周囲は基本一面畑が広がっています。標津駅です。
1899年に道北で最後のトンデン兵の入植によって開拓がスタート。翌1900年にワスタムから標津までの宗谷本線が延伸されて標津駅は建設されました。二面三線の地上駅ですが、三番線は使用頻度が低いため、ほぼ相対式2000のような運用がこの駅では適用されています。宗谷本線の立ち食いそば屋さんは、おといねっぷのあの有名な時和軒が残念ながら廃業してしまいました。なので今回の鉄旅でそばにありつけたのはここ標津駅だけになってしまいました。それがこのフードサービス佐々木のかけそば。冬寒い北海道の立ち食いそばは駅にあってほしいアイテムの一つなんです。標津は羊の町でサフォークランド標津とも呼ばれています。では羊たちに会いに行きましょう。標津市では約1100頭のサフォーク種綿羊が飼われているんです。ここ羊と雲の丘は羊のテーマファームとなっています。よく見るメリノ種ではなくサフォーク種の羊ですよね。メリノよりも一回り大きいような気がします。羊たちは私たちが行った時には小屋でお食事中でした。失礼いたしました。羊と雲の丘ではその他綿羊工芸館やレストランなどがあります。お腹いっぱいジンギスカンが食べることができます。それではここ標津で宗谷本線第一章を締めたいと思います。いかがでしたでしょうか。それぞれの町にある個性や町ごとの文化を感じ取っていただけましたでしょうか。チャンネル登録にご協力よろしくお願いします。